サッカーの基本なぜバイタルエリアを使うと有効なのか。バイタルエリアはサッカーにおける攻撃戦術の重要なポイントです。このエリアを効果的に使うことで相手ディフェンスを崩し攻撃のチャンスを大きく広げることができます。バイタルエリアの重要性とその効果的な使い方について詳しく解説します。バイタルエリアとはディフェンスラインと中盤のラインの間にあるスペースのことを指します。このエリアは相手ディフェンスの組織が乱れやすい重要なエリアであり、ここにボールを入れることで攻撃の起点を作ることができます。バイタルエリアは文字通り重要なエリアとして試合の展開を左右する鍵となります。バイタルエリアを使う3つのメリット。相手ディフェンスを不安定にさせる。バイタルエリアにボールを入れることで相手ディフェンスはボールホルダーにプレッシャーをかけようと前に出ざるを得ません。この動きによってディフェンスラインに空きが生まれ、攻撃側にスペースが生まれます。相手の守備を不安定にさせることで効果的な攻撃を展開することができます。中央突破のチャンスを作る。バイタルエリアで前を向いてボールを受けられると相手守備を崩して中央からの攻撃を仕掛けやすくなります。特にバルセロナ時代のメッシ選手のようにバイタルエリアで前向きにボールを保持できると相手をかわしてワンツーやシュートに持ち込む動きが非常に効果的です。サイド攻撃への切り替え。バイタルエリアにボールを入れることで相手ディフェンスが中央によりサイドのスペースが広がることがあります。この時攻撃側はサイドを効果的に使うことができ、クロスやカットインを狙うチャンスが増えます。攻撃のバリエーションが広がるため守備側は対応が難しくなります。バイタルエリアの効果的な使い方。バイタルエリアにボールを入れることは単なる攻撃の一手段ではなく、相手ディフェンスを崩すための重要な戦術です。このエリアを使うことで守備側にプレッシャーをかけ、攻撃の選択肢を増やすことができます。試合を有利に進めるためにはバイタルエリアを意識的に使い、相手の守備を崩す動きを作り出すことが求められます。結論、バイタルエリアはサッカーにおいて非常に重要な攻撃エリアであり、ここを効果的に使うことで攻撃の幅が広がります。相手守備を不安定にし、中央突破やサイド攻撃を展開するためにも、このエリアの活用は欠かせません。攻撃の起点として、バイタルエリアを積極的に使い、試合の流れを掌握することが、勝利への鍵となるでしょう。